まかぎです。今回は2024 J1 リーグ開幕戦の広島戦の展望をちょっとしていきたいなと思っております。まず両チームのスタメン予想こんな感じにしてみました。まあレッツの方はこの 4-3-3 のメンバーになるんじゃないかというところと、まあ、広島の方は大橋選手が入ったり三田選手がボランチに落ちてシャドウに誰が入るのかみたいな結構いろんなメディア予想違ったのでこのメンバーにしました。まあこの試合は開幕戦、特に広島新スタジアムでの初の公式戦ということなので、まあ、序盤の時間帯はこうハイプレス狙ってくるんじゃないかという予想で、去年の対戦時でもそうだったんですけども、センターバックに対してはね、まあ、シャドウから1列上がって、まあ、こういう形でセンターバックとアンカーをまあ抑える3対3の関係をまあ作ってくると思います。レッツは、ね、当然キーパーを使ってビルドアップすると思いますので、まあ、そういった時なんかにはまあソティリューだったり加藤がまあこのコース消しながらね寄せに来ると、まあ、レッツとしてはプレス回避の方法、まあ、サイドバックにまあキーパーからつけてあげるっていうのは必須のパターン、まあ、ただそこに対しても当然広島ウイングバック、まあ、ここまで出てきますので、まあ、その時にサイドの局面でインサイドからウイングへっていうこのワンタッチの形でうまく回避してあげる、まあ、サイドバックに入ったところからで言いますこうマークは疲れるんですけども、そこをワンタッチで剥がしていくっていう、まあ、この形が求められると思いますし、まあ、トレーニングなんかでもこういったワンタッチの剥がしっていうのは、まあ、こう練習しているところだと思います。まあ、あとはシンプルですけども、まあ、広島はね前からのプレッシング強度高く来るチームですので、まあ、当然後方での1対1局面っていうのは特に序盤の時間帯なんかは先ほど言ったように多く出てくると思います。まあ、レッツとしてはであれば、まあ、ヘゴム監督も何回か言ってますけども、まあ、相手が来ているんだったら、まあ、サンタナがいますので、まあ、ここで収めて後方の同数の局面で、まあ、勝負させてあげると。まあサンタナに入った時にインサイドハーフのサポートなんかはセカンドボールの回収のところもそうですし、サンタナ落としでのウィングへの配球、キャンプの考察なんかでも言ったように、まあ、この広島戦は重要になってくるかなと思います。で、まあ、あとはグスタフソンの動き、まあ、チームの原則としては、まあ、なるべく、ね、後方に落ちずにパスを受けた段階で相手のマークを1人剥がせる立ち位置、まあ、ただグスタフソンこの相手のマンマークを見て少しポジションずらして、まあ、そのタイミングでインサイドハーフの一角が角度のあるダブルボランチ形になる、ヘッケン時代数多くこういった動きやっていまして、まあ、この辺の動きは小泉選手なんかもこのようにコメントしていますし、こう基本の考えはドミネートなんですけども、相手がマンツーマンでもう来ているのであれば、こう中盤の逆三角形のところをセンサー関係の形にこう変えて、まあ、瞬間にスッとね、まあポジションを取ってこの相手のマークのズレを生まれさせる、まあ、こういった中盤のポジションの微調整っていうのは、まあ、広島相手にまあ難易度高い動きになると思いますけども、この段階でまあこういった動きが見れたら、中盤マンマークのところを中央で剥がせればウイングへの1対1っていうところも生まれますし、まあ、この辺のビルドアップはサイドバックからなのか中盤の三角形からなのか、それが無理なら同数の局面へ蹴る、まあ、キャンプから言っている、まあ、ビルドアップの剥がし方と、まあ、このロングボールの使い分け、特に広島相手にはかなり重要な要素だと思いますし、序盤の時間帯はプレスをひっくり返して、まあ、早い時間帯にまあ点を取る、まあ、そこまでいければベストなんじゃないかなと思います。まあ、試合を通して、まあ、ハイプレスかけるわけではないので、まあ、ミドルプレスロープレスで、まあ、構える時間帯もあると思います。その時の、まあ、いわゆる引いた相手を崩すみたいなところはこの開幕戦の段階でどのくらい成熟度高まっているのは、まあ、もちろん注目でありますし、まあ、広島守備陣はそのまま 3-4-2-1 から、まあ、5-4-1 に近いような形を取る、まあ、昨年を見るとそういったケースが多かったので、このシャドウの選手は、まあ、中央のパスコースを防ぎながらサイドバックに出たら、まあ、そこにも寄せに行くみたいな、まあ、そういった守備なんですけども、5バックですし、まあ、ボランチもかなりねこのボールサイドの面に寄せに来て、このチームとしてのボール出し力あると思いますので、まあ、レッツとしては当然、まあ、ウイング、まあ、1対1が強みの選手、まあ、そこ中心にこのウイングバックの1対1の状況を、まあ、瞬間的にうまく作れるかっていうところと、この両サイドバックの関わり方、1対1を作るタイミングっていうのがこの広島の5バックを崩すためには、まあ、重要なところで、まあ、単純なサイドチェンジ、まあ、グスターソンなんか、まあ、相手が引いた時にはねボールサイドの方にポジショニング取って、まあ、こういった逆サイドへのボール、サイドバックウイングへのボールっていうのをかなり正確に送ることができるので、そういったボールから、まあ、この1対1の局面で、そのタイミングでサイドバックが、まあ、ガーッと追い越していく、まあ、グスターソン以外の選手にもこういったサイドチェンジのボールっていうのは、まあ、やってほしいところですし、まあ、特に広島はボールサイドの方に人数かけますので、広島に対しては有効だと思います。で、まあ、あとはこのインサイドハーフの選手に求められるところとしては、もうこのストッパーの選手に張り付くぐらいの高いポジショニングを取ってですね、まあ、ウイングが、まあ、仕掛ける体勢を取った時にポストプレー気味にここで落として、こうウイングが、まあ、中に入って瞬間的なコンビネーション、まあ、そこにサンタナもなし、まあ、近い距離を取ってのコンビネーションで、まあ、トレーニングマッチの、まあ、名古屋戦なんかでも、まあ、得点をしていましたし、まあ、ヘグモ監督も求めている、動きだと思いますので、このセンターバック出てくるんだったら、まあ、これピンの目してしまって、まあ、ウイングへの優位性をまあより高める。まあ、ただレッツとしては奪われた後ですよね、まあ、特にサイドバックがオーバーラップしたタイミングだったり、こうサイド局面から中につけてのところでこう奪われてしまいますと、川村だったり三田選手、長い距離を運べる選手がいますし、まあ、シャドウがサイドに流れてのカウンター、サイドバック裏を突かれる、まあ、こういったところは、まあ、監督そして選手
ても、まあ、バランスを取る必要があると、まあ、キャンプ中から感じているところですし、攻撃している中でもこのリスク管理っていうところはこの試合もそうですけども、シーズンを通して、まあ、整理することが必須なポイントだと思います。でまあ非法人のところで言いますと、まあ、おそらくこの 4-5-1 の形、今シーズンのレッズは、まあ、守備陣は取ると思いますので、まあ、広島の特徴で言いますと、まあ、できるだけこう早く縦につける、まあ、配球できる選手がいますので、まあ、そっからの運び出し、あるいは、まあ、野津田、まあ、少し落ち気味でこうピックアップしてからの、まあ、縦パス、まあ、それによってよりウイングバックを高い位置に押し出しながら、まあ、同サイドの局面でやりきるような、まあ、形っていうのをずっとこうしているところで、まあ、なのでレッズとしては、まあ、できるだけコンパクトに 4-5-1 の、まあ、形を保ちながら3枚ね、ある程度距離取って、まあ、回せますので、まあ、そこに対しては、まあ、インサイドハーフの選手だったりウイングの選手少しこう牽制かけに行く、まあ、簡単に通されないように、まあ、ここはインサイドハーフとウイングで、まあ、締めると思いますので、その時の、まあ、全体のスライド、まあ、特にワントップのサンタナなんかは、まあ、このボランチの選手用のコースを、まあ、防ぐ、まあ、役割っていうのが、まあ、おそらく求められると思いますので、まあ、こういった両サイドのセンターバックの選手からの配球、ボランチ落ちの形からも配球できますので、まあ、レッズとしては、まあ、中央のコースをうまく防ぎつつ、まあ、いけそうであれば全体でこう一基準に捕まえに行って前からボールを奪いに行く形っていうのも、まあ、瞬間的に判断を求められると思います。でもう少し引いてローグブロックで構えなければいけないシーンっていうのも、まあ、当然出てくると思います。広島の特徴としては、まあ、攻撃の際にも惜しみなく人数を、まあ、かけることのできる、まあ、リスクを取ってね攻撃することができる、特にこの両センターバック、まあ、ウイングにボールが入ったところでこう一気にね外側を追い越す動きっていうのを、まあ、特に佐々木なんか積極的にねこう行います。サイドバックサイドハーフマークのねつければ問題はないんですけども、まあ、そのタイミングでポケットのところを、まあ、シャドウから流れる、あるいはもうボランチの位置から河村なんか、まあ、飛び出したり戻したところから運ぶことができますので、片方のセンターバックが上がってきた面でのポケットのケアのところですね、まあ、昨年のレッツで言いますともう完全に2ボランチ化して、まあ、岩尾と伊藤で、まあ、こういったところを埋める形を、まあ、はっきり取っていたんですけども、まあ、そこを今季のレッツは、まあ、どういう形で守っていくのか、インサイドハーフが戻るのか、センターバックが流れてくる選手に対してそのままついていくのか、まあ、最終的に守れれば、まあ、もちろんいいんですけども、インサイドハーフ選手があまりねこう最終ラインまでケアしてしまうと、まあ、奪った後にこう出ていきづらい状況にはなりますので、サイドバックが内側に絞ってそのスペースを埋めたり、昨年のゾーン守備っていうのがある程度踏襲されるとは思うんですけども、割合でいうとセンターバックがカバーする回数が増えたり、カバーするスペースっていうのが、まあ、若干広くなるのかなというふうに思います。で、あとはクロス対応のところですね。シャドウにフォワードタイプの選手を起用するケースっていうのは昨シーズンも多かったですし、まあ、加藤が入ってからより一層ね、まあ、そういったクロスの脅威性も増したんですけども、まあ、ただレッツもねこのセンターバック、クロス対応のところは抜群のセンターバックがいますので、単純な競り負けるみたいなところは他のチームに比べると、まあ、確実に可能性は低いと思います。まあ、ただ広島がまあ他チームと、まあ、ちょっと違うポイントとしては、まあ、逆サイドのウイングバックも中に入ってきて、フォア側のサイドバックがこうシャドウに行かれすぎますと、まあ、そこへ合わせるボールっていうのを送ることができると、広島の、まあ、チャンス構築率の高さ、そして、まあ、そのチャンスは多くクロスから救っているというところを見ても、まあ、このクロス対応のところは本当にね、まあ、レッツとしては注意しなければいけないところですし、まあ、オーストのところっていうのはどうしても空いてしまうので、まあ、レッツのサイドバックの対応の仕方としては、まあ、まずはゴールエリアに近い選手をまずは見る、まあ、その上で、まあ、逆サイドの選手を確認しながら対応しなければいけないですし、一番危険な動きで言いますとオーストから、中に入ってきて中でフリーにさせてしまうことですね。ウィングバックが入ってきてシャドウだったりフォワードの選手がフリーになってしまうというところもそうですし、最後の局面は本当にゴールエリアに、まあ、近いところでやらせない、一定の確率で言うとこのクロスボールっていうところが、広島武器にしていますし、レッツとしては、まあ、チームとしてやりきらなければいけないところだと思います。はい、ということで今回、まあ、簡単にですけども広島戦展望していきました。まあ、頭に言ったように広島の新スタジアムで、まあ、広島のスタイル的にも圧をかけてね来ると思いますので、まあ、そこに対してレッツはプレス回避、まあ、ロングボールからのチャンスクリエイトのところの使い分けが、かなり重要で、まあ、守備の時には広島の得意とする、クロスからのチャンスクリエイト、まあ、これを防ぎきれるかがこの開幕戦の鍵だと思いますし、まあ、これ僕も含めてですけども、こうサポーターのメンタル的に最後優勝っていうところを、まあ、目指すのであれば、まあ、ここで最初勝てなくてもブレずに応援していく、まあ、姿勢っていうのが求められると思いますので、まあ、本当の意味でチームが一つになるべきところだと思います。ということでいかがだったでしょうか。まあ、試合後もレビュー動画上げたいと思いますので、よかったら、チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは。